こちらヨーロッパ企画福岡支部オンデマンド。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、私はヨーロッパ企画は東京公演中でございまして、あら嘘でしょ。いや久しぶりやな、なんかその感じ。いや嘘は言わんのよ、あんまりオープニングでいきなり。石田さんそういえば嘘つかないっすもんね、あんまりね。オープニングで証拠ないから久しぶりなこの感じ。、うん、ヨーロッパ企画20周年でサマータイムマシンブルースとワンスオアの交互上演。いやなんか聞いてますよ、噂はちらほら。あ嘘、どんな噂が。え京都まで届いてる。とかくおもろいっていう。とかくチケットが手に入らんっていう噂は。いやそれはね、でも今回はそうありがたいことにね、チケットの売れ行きがすごい。今日さ休演日でね、横浜公演のキャンペーンに行ってたんよ。で猫の額ほどワイドっていう TVK の番組に出させていただいてね、お昼のワイドショーの番組なんですけど、生放送で、でまあその横浜公演、今東京公演やってます、今度横浜公演やりますみたいな、大千秋楽ですみたいな、そういうなんかこうキャンペーンといいますか告知みたいなしてしに行ったんやけどさ、もう横浜公演チケットがさ完売してるのよ。そのほんでなんか 何しに来たんだみたいなことを言われてさ、まあ確かにそうやなと思ってさ、なんかもうそのでもそもそもこれがこういうのをやりたいです、やらせていただけませんかってなった時はチケット売れてないわけでさ、まだ決まった時は全く売れてないしさ、うん、でさ、おいよく思うのチケット手に入らないんですよとか言うじゃん。うんうん。でもさ、その、チケット売り出した時はさ、平等にさ、チケットってあるわけでさ。神という名の伊丹さんはね、ちゃんと平等に売ってますから。いや、うん。そう、よく聞くんよ、そのチケットが、はい、もうないですよ、みたいな。うんうんうん。いや、そうありますと、そもそもその最初は最初はね、わかりました、うん、じゃあ僕がもう、炎上覚悟でバシッと言いますわ。はよ取れと。はよ取ってる人はもうみんな座って見てるわけやからさ、はや僕最低ほど言ってるから、いやいやでもありがたいことですよ、本当に。なんかこうたくさん来ていただいてて、ね、でなんとさ東京公演中にね、まあ、下北沢のさ街をさこう、はい、昼と夜の間とかご飯食べに行ったり、まあ、休憩したりするわけですよ。はいはいはい、はい、その時にさもうびっくりした、コーヒー屋さんに行ったんですよ。はいはいはい、コーヒー飲もうと思ってさコーヒー屋さん行ったらさ、はい、はいはい、そこでばったり出くわしたのがさ、はい、オス番長。嘘嘘ってなるやろ、びっくりした。いやそうあれと思って、俺なんか知ってる顔やなと思って、でオス番長オス番長、記憶のもうおオスおオスいやそんな感じでと思ってさ、すげえ、オス番長ですみたいなさわあ、今下北東京にいるってことですか。いや公演見に来てくれてたみたいで。ああなるほど。そうほんでまあ一応ヨーロッパファンはヨーロッパファンだったんですね、まだ。そうまだ言ってくれて、まあ正直こちらのポッドキャストオンデマンドは聞いてないですと、もうなんか聞いたり聞いてなかったりですみたいな
ぐらいのニュアンスのこと言ってたけど、聞いてないでしょうな。聞いたり聞いてないかったりはもう聞いてないやん、もう。聞いてないやろうと思って、聞いてないでしょみたいな、うん、まあまあすいませんみたいな感じで、あ聞いてないなみたいな、いや、でメッセージ送ってみたいな、うん、でもなんかね、院に行ってるって言ったかな、うん、あ大学院ね、大学院進んで、あんまりね個人情報言うのもあれやけど。そうですね。いやでもオスバン、嬉しいじゃないですか。いやそうそう、でもね来てくれて久しぶりに喋ってね、元気でやっておりますみたいな、おそう、まあ、そうなんだみたいな、メッセージ送ってよーって言ったんやけど、案の定来てないよね今週。来てない。これを聞いて次週、うん、そうかな。いやそうかもしれん。いやこれ聞いたら、うん、そのオスバンチのお母さん聞いてくれてたやん、ずっと。確か、はい、そうでしたね。お母さん聞いてくれて、オス、ね、息子の恋愛模様がもうお母さんに筒抜けだったっていう、もう昔ね、初期の頃聞いてくれてたら知ってると思うんですけど、家庭崩壊してもうたんかな。いや、そういうことじゃないと思うけど。めちゃめちゃ喧嘩したんかな、それで。お母さん聞いてくれたらお母さん言ってほしいけどね、あんたまた話題上ってたよっつって。お母さんもう聞いてないかな。お母さんはもう聞いてないでしょうね。息子のこと喋らなくなった。音楽流れる FM しか聞いてないでしょう。そうかもしれん。うん。で、いやでもまあ生存しててよかったよ。よかった。で、聞いて、まあこれ、まあ、言っていいと思うけど、もう言うけど、彼女いいんだもんって聞いたら。うん彼女いますって言ってた。それも彼女できたら聞かんわ。腕えってあのエロい先輩って聞いたら、いやそれじゃないですって言ってた。別人と。うん、エロい先輩いたやん、なんか。いました、いました。夜桜のエロい先輩。その人じゃなく別の人と、もう楽しく付き合ってますオス番長。いや石田さん、俺らはね、上がり、はい、もうポッドキャストという名のツタにがんじがらめになってるから、うん、時が進んでないように感じるけど、やっぱ時は進んでるんですよ。いや、やっぱりそうだよ、やっぱ感じたよ。なんかたくましくなってたもんオス番長、かっこよかったもん。まあ、もともとね、もともとね、その、うん、シュッとした、ね、そうそう、かっこいい子やったから、うん、大人になったやな。なんかおしゃれな感じのね、うん、もう番長じゃないんでしょうね、オスじゃないんでしょうね。オスじゃなかったよ。ただね、やっぱりこう本当にね、嬉しかったよ、話しかけてくれて。いや普通やったらさ、もう、うん、俺の顔を見た瞬間さ、そのやばい、うん、聞いてない。義務じゃないからな。逃げよう。やばい、やばい、パーソナリティや。ねほりはほり聞かれるっつって、あの女ねほりはほり聞いたしな。何してんの、ほんと彼女いんのって、もう二言目には彼女いんのって聞いた。ジャーナリズム精神半端やないな。土足で、まあ、あもう踏みにじりましたね。うん、例によってアメリカンスタイルで、もう汚いクロックスで。いやクロックス、汚いクロックス履いてないよ、ちゃんとそこは。ちゃんと履いてます、靴コンバース履いてました、コンバースで、うん、コンバースセッタ。両方いけるからセッタ。まあまあそんなんでした。いやでも嬉しかったですよ、本当にこうリスナーとこうやってまた再会できるという、うん、また聞いてくれるって言ったからさ、またこう聞いてほしいですよ。そうですよ、ね、まあでもそうなってくるとトレハロース今何やってんだろうなっていう。うん、トレハはね福岡ですしね、福岡なんだよね。トレハ元気にしてるかなっていうようなちょっと感じてますよ。うん、いやでもこういやこちらやっぱリスナーに刺されてますよ。まあそうだよね、あとまあ僕らが舞台やってるからっていうのもあるんやろうけど、うんうん、そのやっぱリスナーの顔が見えるっていうね、ものすごい物理的に。そうだよ、顔知ってるっていうね。
お互い刺すっていうのあるじゃないですか顔こっちもリスナーの顔刺すからね。ああそうだ、番長もトレハーも、そうそう、まあでまあ、今で言うところの、もう雇橋知らないんだよな。雇橋なんて、うん、その大阪のお肉どすれゆのライブに来てくれましたからね番長雇橋知ってるよね。僕雇橋ちょっと変わって、キリちゃんも知ってるし、キリちゃんね、まあ、クマクマさんもね、クマクマ、エリリン、ねえ、あゆみね。大体でもみんなこう、あゆみ。あゆみね。そういえば大学行ってから全然。あ、本当や。あれ。大学合格しても。やっぱりサークル入ったんちゃうか。イベサ入ってるやろな。イベントサークル入ってんちゃうか。もう誰も。いいけども、でこっちおろの話が誰もせんからもう。いやそうですよ、確かにな。歩み もう最近な。まあまあでも本当にリスナーさんに支えられてちょっとやってますんで。そうだからもう本当ね、うん、あんまり個人情報を言うとかディスるとかやめていいかな。いやそうやね、うん、とんがらしさんとかも最近ね、メッセージくれるようになったとんがらしさんとかいますよ、うん、ちょっとね、はい、行きましょうか、頑張っていきましょう、うん、そんな中ですよ、はい、そんな中メッセージ、今週のメッセージよ、はい、まあ行きましょうか。カクテル恋愛相談室、はい、あなた好きな香り。そうですね、好きな香り、こちらやっぱり前回前々回あたりからこうぐいぐいメッセージがやっぱ増えてきてますから。そうだね、はい、今年も今回も20件は来てるかなと思ってたんですけどねいやっていうか生放送、そうありがとうございました、ご協力いただきまして、生放送おかげさまでたくさんメッセージいただいて、タイムマシンの使い方生で聞いてくれながらとか、ね、楽しかったよ。でそれですげえ来たのよメッセージが、すげえ来ました、すげえ来てさ、あこんなに来るんだと思って、今日のちょっと調子乗ってしまいましたね、気持ちが。そうかもな、そうかもな、来るのが当然と思ってしまったのはやっぱ神様見てるんですよちょっと気引き締めていきましょう。あのトークテーマはちゃんとこう、はい、考えてやらないかんな、考えてやらないって考えていかなきゃいけないな、ブレスとしてね。そうだな、とりあえず行きましょう。3件来てます、ああいうもののありがとうございます。3件、はい、じゃあ早速行きますかね、うん、ラジオネームエリリンさんから。エリリンさんありがとうございます、いつも本当に。伊沢さん、壇上さん、こんにちは、生放送お疲れ様でした。ありがとうございました、ま、T シャツ欲しかったなというあ、ありつつありがとうございます、聞いていただいてたんですね、はい、はい、トークテーマ、はい、好きな香りですが、香水だと何種類かありますが、ありきたりなので私は赤ちゃんの匂いが好きですね。赤ちゃんの匂いね。仕事柄かっこ保育士、生後数ヶ月のお子様をお預かりすることもあり、今年度は2ヶ月で入園した子供もいました。首がまだ座ってないので首を支えつつ体を割と密着させて抱っこすることが多いので、自然と赤ちゃん特有のミルク臭がします。その匂いがすごく好きなんです。ミルク臭、ミルク臭って言葉があるんですね。それど、赤ちゃんの匂いってなんだろう、あんまり赤ちゃんの匂い、いわゆるその石鹸の香りとは違うよね、そのよく言うさ。違います、もう特有のミルク臭、子供って身近にないと分からないかもしれないですけど、意外と匂いがきついんです。赤ちゃんの時はいい匂いだったのに、歩き始め離乳食から完了食になり肉を食べ始めると体臭発生します。実際私は2歳児クラスの担任なのでこの時期は特にひどいです。年長クラスの時は仕方ないと思ってましたが、2歳くらいですでに加齢臭漂う子もいるほどです。なので本当にミルクのみで栄養を摂取している間の赤ちゃんの匂いは貴重だと思います。なるほど。もちろん全員が全員子供なのに加齢臭がなんてことありませんが、この仕事をするまで気づかなかったので驚きました。あれかな、おっぱいの匂いってこと。おっぱい粉ミルクなのか、おっぱい、あ粉ミルクか、おっぱいのあのミルクってこと、うん、
母乳の匂いなんかな、特有のミルク臭がするっていう、まあ食べ物で変わるって言いますからね、大使はまさにミルクばっかり飲んでるんならそういう甘い匂いがするんですかね。確かにな、母乳って飲んだことないもんな、大人になって。まあ飲んだ、うーん、そうですね、あんま飲めるもんでもないしな。まあ自販機で売ってないですからね。え、自販機で売ってたら買うなんちゃう、母乳。ちょっと待って、その時のテンションしたい、テンションしたい。その、あの、伊沢さん捕まえんといて、逮捕せんといて。いやいや、そう、自販機逮捕されたらもう、そういう話してないよ、団長。その、やっぱ大人になったら、やっぱ、母乳なんて飲めないからねっていう、はいはいはい、いう話です。自販機に売ってる、コンビニ売ってる売ってないの話じゃない。アマゾンで置いてあるかどうかの話してないのよ。業務スーパー。違う。違う、違う。母乳ね。いい匂いなんかな、母乳って。まあでもいい匂い。という感じで言ってますけどね、エイリンさんは。牛乳って、まあいい匂いっちゃいい匂いか。あ、僕は牛乳のにはあんま好きじゃないけど。まあでも甘い匂いなんかな。母乳ね。あ、まあ、気持ち的にはあのミルキーの匂いしてほしいですけどね、甘い。ああ、ママの味のね。イメージやったら、あんな甘いのかな。そうじゃない。ちなみに余談ですが、うん、はいはい、保育士の癖というか、名前のない洋服や肌着が出てきた時必ずやることがあります。それはズバリその衣類の匂いを嗅ぐことです。う、柔軟剤やその子の体臭が染みついてることが多いので、ね、匂いを嗅げば大体誰のものか分かります。多分保育士あるあるだと思いますよ。あ、なるほどね。洋服、まあ、とその子の匂いで誰の服かとかっていうのは、そんなに匂いって強いんだね、子供、赤ちゃんって。それかもエリリンさんがびっくりするぐらい鼻がいいかどっちかでしょうね。鼻が効くか。鼻が効く人いるからね、そういう人。確かに僕なんかやたらと鼻きく人いますもん。いるよね。あの、あれなのよ、あの、基本鼻炎というか鼻詰まり人間だからさ、あんまり匂わない、はい、ああ、なるほど。だから俺もすごい気にしてる、自分の匂いとかも臭くないんかなって。全然わからんからさ。なるほどね。うん、その辺はね、わかる、あるよね。いますよね、とにかく匂い敏感な人。匂い敏感な人ね。はい、行きましょうか。まあそんな感じでございます。次、品川区くまくまさん、26歳、ありがとうございます。はい。団長さん、石田さん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマ、好きな香りですが、私はハンドソープのミューズの匂いがとても好きです。ミューズね。香水はあんまり使わないので、わからないです。ちなみに、白、SHIRO、白っていうスキンケアブランドのサボンの香りが巷ではモテる匂いだと話題らしいです。ほう、ほう、サボン。以前友達からプレゼントで、いや、白ね、白。白、白っていうブランド、白っていうブランドのサボンの香り。サボンの香りがモテる。サボンって何？プレゼントでもらっ、サボンね、シャボンのことなんかな。サボン。友達からプレゼントをもらってたまに使ってますが、実感としてはあまり効果ないようです。もし機会があったら嗅いでみてください。お二人の好きな香りについてもぜひ教えてください。石田さんはこだわりが強そう、まるまる。いや、そんなないんですよ、香り。まあ、サボンって何？サボンの香り。サボンね、今すぐググっているんやけど、サボン、でもサボン香り、男受けがいいみたいなのが出てくるな。あ、そう。あ、書いてる。白のサボンの香り、すごくいい香り、たまらん。女性が絶対好きな香りで、男性にもいい匂いだと言ってくれる香りです。白のサボン、あ、ほんまや、プレゼントされてる。女同士のプレゼント。モテろよっていうことだった。それなんか嫌やけどな、香水、女に、女友達にさ、香水プレゼントされてさ、モテろよみたいな、なんか、腹立つ。腹立たんかな。
恋人とかやったらまだな、男子がさ、こう女子にさ、この俺の好きな匂いつけとけよみたいな、なんか、あ、そういうのがちょっといいじゃん。マーキングじゃないけど、マーキング、もうちょっとやらしい、独占欲が出てるな。出てる。サボンってなんだ。ねえ、いや、こんなんもうラジオやってるものとして我々恥ずかしいですよ。恥ずかしい、恥ずかしい。最新のもの知らないっていうのね。知らんな。サボンのスクラブで、スクラブもわからんしな、もう。スクラム？スクラブ。いや、スクラムはそれもう。ラグビーの話。それラグビー。それラグビーやからさ。もう、ややこしいわ。サボンっていうブランドも出てきたわ、今。もう。もういよいよね。迷宮入りですよ、これ。ちょっともう、わからん、私。13日、ヨーロッパ企画ね、アフタートーク出させてもらうんで、トークショー。はい。差し入れに、じゃあちょっとサボン持ってきますよ。サボン持ってきて。おぉ、白のサボン。白のサボンじゃないとあかんのね。そう。サボンっていうブランドもあるから気をつけてな。全然違うものを。難しい。バニラって書いてんな。バニラの甘い香りってことか。あ、でも違うな。これはサボンのメーカーのバニラの匂いや。もうどこもわからんな。あ、でも白サボン男受けってすごい出てくる。で、最強モテ香水やって。もう最強ってすごいですからね。ヒョードルで聞いたことないもんだって。ヒョードル。K1 の話？プライドね。プライドね。今、総合格闘技の話する？違う。似たようなもんじゃない。匂い、汗。連想としては。もう分からん。フレグランスとか言われてもさ、もう、いろんなカタカナで出されてさ。サボンって何だろう。確かに。ああ、でもこんなもん。サボンって何やろって言ってる僕らがもうヤバすぎる気はありますからね。いや、でも絶対答えれへんと思うで。サボンって何って聞いて、サボテン、サボテンなんかなぐらいの感じになると思うで。まあね、ちょっと気になるんで、ちょっとチェックしてみましょう。はい。でも Google しないんですか。え、好きな香りはないんですか、特に。僕？はい。いや、僕はあれです。完全にラベンダーです。あ、言うてたな、お前、そういや。そうそう。もう、洗濯物というか、何？洗剤？洗濯洗剤は絶対ラベンダーにするんで。へぇー。香水はね、あんまりつけないんですけど、やっぱり40歳過ぎてくるとさ、こう、やっぱりいろんな、それこそ加齢臭とか気になってくるしさ、そういう、確かに僕もメグリズムはラベンダーな香り使ってんな。あー、メグリズムね。でもさ、 V6 の井ノ原さんとかさ、こう仲良くさせてもらってするんやけど、すっごいいい香りすんのよ。でも井ノ原さんぐらいまで行ったらもう、何もつけんでもいい匂いするんやろうな。あ、そうなんかな。いや、つけてそれ命ですよ。いや、つけてると思うけど。命なんで、もう自然発酵の匂いがもうええ匂いでしょ。石田さんとさ、桁違いの。そういうことか。そうでしょ。石田さんね、やっぱ愛媛出身やから柑橘系の匂いするし。やめて。もう絶対嫌や。それでみかんの香りとかしてたらさ、もう、恥ずかしい。それはあかんやろ。あかんかな。はい。もう一件来ております。最後、はい。ヤトバシから。はい。ありがとう。石田さん、ダチョさん、こんにちは、ヤトバシです。8月30日、サマータイムシンプルス東京公演拝見しました。京都公演では大学生に見えないシーンがありましたが、今回間違いなく大学生に見えました。東京公演では、おお、なんとか、でもね、上がっていってますかね。頑張ってます。ありがとう。さて、今回、はい、テーマ香り、世界で一番魅力的な香りは、小腹が空いてる時に漫画喫茶の隣のブースから漂ってくるカップ焼きそばのソースの香りです。なんだそれ。
不思議なのですが、この香りは最高なのに、実際にカップ焼きそばを食べてみるとさほど美味しくはありません。わからんでもない。まあでもな、ソースの香りってほんまお腹グーグーなるからな。確かにソースって一番いいかもね。醤油の香りよりも味噌の香りよりもソースの香りの方がお腹、うわー腹減ったなーってなるよね。そうな、ちょっとパンチが効いて酸味もあって、こう、そう、さ、ちょっとそのいい匂いするんすよ。酸味の感じがいいよね。確かにな、ソースの香りいいよな。香水やばいやろ。そんな匂いさせた。あー、なるほどな。という、さすがヤトバシ。団長はないの好きな。あー、でも好きな香りで、僕もトイレの消臭剤ラベンダーやしな。ラベンダーなのかな。ラベンダーいいよね、トイレの消臭剤。でもね、ユズ好き、ユズ。あー、ユズの香りね。ユズの香り、もう飯としても好きやし、ユズね。その、ユズの香りの、まあ、香水も僕つけへんから、僕も香水を、なんか家の消臭剤とかなんか柚子の匂いするやつとかは好きですね。柚子風呂とか入ったことある？おります、おります。え、なんか、あの、あるじゃないですか、一年に一遍柚子の風呂入る日。 あるよね。はい、ああいう時とか、あの、実家はその時いつも柚子ぶち込んでたし。ぶち込んで10個ぐらいやろ。もうそうですね、ゆず浮きまくってましたね、ゆずが。あれいいよね。あー、ゆずいいねかな。まあ、あとゆずのシャンプーしたての女の子の匂いなんかもう、まあ、どのシャンプーでもいい匂いするしな、髪ファッした時の。まあ確かにそうなんだよな。でもゆず、ゆず何、ゆずの香りがする男ってなんかいいかもね。どう？私ゆずの匂いしたやつ匂ったことないけど、まあいいですよね、ゆずの匂いしちょっとこう柑橘系のほのかにゆずっぽい感じ。田舎臭いやつだなと思われるかな。ポン酢食ったんかな。でもなんかキーやついよそいつは。でポン酢、医者さんポン酢好きやねん。ポン酢好きだからね、ゆずの匂いなんか大好物じゃない。いや、そうだよ、ゆずポン酢大好きだよ。あ、ゆずいいなって思った今聞いて。よかったですよ。ゆずかサボンかですね、じゃあ私は。ちょっとサボンの匂いを調べないと、これは早急に。ただ思ったよりええ匂いじゃなかった時にどう反応しいいかですよ、僕らは。まあそうやな、今の流行りとはもう僕ら乗れないってことがバレてしまうから。香りね、あんまでもメッセージ来んかったな、香りでは。まあね、いきましょうか、トークテーマ考えようかな。なんだろうな。そうですね、こう医者さんがつく語れるやつとかがいいんじゃない、この。あ、好きな香りはって聞いて、まあ、ラベンダーかなーって言えちゃうような僕らが、その程度で終わっちゃうトークテーマはダメなんかもしれないです、ね。あー、なるほど。じゃあ最近語れるので言うと、もうあれかな、あの、ネットでの買い物どう思うっていう。むちゃくちゃいい話です。長い話になりそうですね。言い方からすると医者さんはあまりよく思ってない空気な感じで。でも やるんやけど、はい、最近買って、サンダル買ってサイズ合わずに戻してもう一回買ってみたいなしたんやけど、あのね、ファッションギアはね、なかなかネットで買うとむずいってのあるんすよ。ちょっとネットでの買い物事情を聞きたい、いろんな人に。その僕も、うん、あの、スポーツウェアをね、うわ、はいはい、ジャージとか買おうと思って。はい、ジャージ、あの、いわゆる、ジャージっていうか、なんていうんですか、シャカシャカ、ほれ、あの、レギンスみたいなピタッとしたアウタースーツになるじゃないですか、はい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 、上下、夏とか、その、汗も早く乾くしみたいなやつ、はいはいはい、その日焼けが怖くて釣りとか行くときに、あー、なるほど、ね、来たら楽やなと思って、動きやすいしと思って、僕普段 2XL なんですよ、サイズが。シャツとかが。なんで、そんなサイズないですよ。いや、あるんです、世の中には。XL までですよ。2XL
普段の僕の、ちょっとタポッとしたぐらいのサイズなんですよ。なるほど。だから XL はタイト、まあピタでもそのピチピチでもないぐらいなんですね。XL が。まあ、ちょっとダボっと着たいんで 2XL 買うんですけど、それでその 2XL やったらまあ大丈夫やろと思って、短パンとかなんかポロシャツとかついて、さらにそのなんか中に着るタイツみたいなもんついてるやつをね、もう安かったんで3つぐらい買ったったんですよ。おーおーいいじゃん。テンション上がって、テンション上がって、これやったらもう着回せるとサイズのあれをローテーションできると思って、ええわーと思って 2XL もうサイズ感もう僕中2からもうこの体型なんで20年間僕は 2XL を着続けてるからもう 100% 分かってるはずなんです。そうね、 2XL でいけるはずやね。でポチポチして Amazon で、でこういざ届いたと、その 2XL とは名ばかりの L ぐらいのサイズ感のやつが来て待て待て待て、いやほんまそうなるんよ、それほんまにネットってネットの恐ろしいところ。サイズはもう一緒やないとダメじゃないですか。いやそうやろう。え、それレディースの 2XL ってこと？いや違うんですよ。どういうことだよ。そのタイツみたいなまあパツパツやからいいんですよ、そもそもが、その上のそのいわゆる短パンとか、レギンスみたいなのが上から履くスポーツ用の短パンとかあるじゃないですか、上の、なんか薄手のパーカーみたいなやつとか、マラソンしてる人が着るような、なんちょ来週喋ろや。ああ怒りが今いやこれをたけてしまってもう時間もそろそろやし、来週のトークテーマにしようと思ってたから来週のトークテーマにしようと思ったからさ、これ。いやでもこうなるんよ、やっぱランチョンも思ってたか。じゃあこれにしよう、トークテーマ。はい、ネットでのお買い物。あとメルカリ的な人から中古のやつ買うやつの問題も僕いっぱい持ってますからオッケー。じゃあネットでのお買い物どうですか。はい、まあ失敗談とかね、はい、失敗談とかね、ちょっとお聞かせくださいということで、はい、はい、でそれこそプレゼントとかでもね、ネットで買ってプレゼントとかって今なってるのかもしれんしね、恋人の。まあでもそうです、多いでしょうね。多いやろうしね。ちょっとその辺、事情を聞かせてもらえればなぁなんて思っています。じゃあ、はい、今週はこの辺で。わかりました。はい。また来週も聞いてください。さよなら。さよなら。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。